はい、どうもこんにちは。今回はですね、すごく、特別な企画をやりたいんですけども、まずですね、ここどこにいるかというと、医学部専門予備校の研修会に、今いるんですよね。でですね、普通の授業をするんじゃなくてですね、特別なことっていうのは、もしも生徒が全員予備校講師だったら、楽しそうなのは皆さんだけですよ。これですね、まあ塾とか、ね、予備校講師とかで、まあその関係仕事をしてる人は分かると思うんですけども、この光景ですね、高熱の時に見る夢です。最悪な。まあいろんな先生が集まっていらっしゃるんですが、実はですね、この中には自分が塾と予備校で働いていた時のですね、なんと先輩とか上司の方もいらっしゃいます。ということでですね、死ぬほどやりにくいんだ。で、最近ですね、まあ、一番、まあでかい仕事といいますか、最近やらせてもらったのが、文部科学省に行って、YouTube に関して授業してほしいって言われて、見た。行ってきたんですよ。はい。それよりもやりにくいやつないだろうなと思ったんですよ。全然余裕で超えてますよ。全然、やりにくいですね、これは。自分も講師の時に、まあ、最初に1年目とか2年目とかってよく、研修会みたいなのあるじゃないですか。そこで先生方とかに見てる中で、映画見てる中で授業するんですけど、あれも、行っても5分とか10分とかやって、まあ、いろいろ好評もらうじゃないですか。今回まあ、がっつりちょっとやるってことで、本当に一番ゲロ吐きそうなんですよ。なんでもしね、この中のうちの自分まで予備校講師として、ペイペイだったので、まあ、先輩方もね、いろいろ言いたいことが出てくると思うんですけども、まあカメラが全部止まってからですね、一人一人助言いただければ本当に今後ダメなのでよろしくお願いします。お願いします。はい、ということでですね、おめでとう。温かい。不器用に温かいですね。ありがとうございます。ということでですね、今回やりたい授業がですね、まあ一般向けの話なんですけども、系外惑星について話していきたいと思います。まずですね、この中で理系の先生だよって方、どれぐらいいらっしゃいますか。理系の先生、はい、多いですね。文系の先生ってどれぐらいいますか。ありがとうございます。ちなみにじゃあ理系の中で物理の先生は、はい、はい、科学の先生、はい、生物の先生、はい、素晴らしいバランスが整ってます。ありがとうございます。で、まあ、いろんな物理にも関わるし、科学にも、はい、関わる、生物にも関わる話で、さらにですね、その、まあ、別に理系じゃなくてもですね、宇宙って好きですよね。これは全人類好きだと勝手に思ってるんですけど、宇宙、好きですか。はい、好きです。すごい誘いですね。高校の頃、はい、UFO 研究家で、あ、もう一番のガチ誘いです。すごい、UFO 研究、はい、はい、研究家ですね。一人で、一人会じゃないですか。じゃあこんな、まあだからね、全員宇宙好きなんですよ。そこでですね、夢のある話をしたいんですけども、今回話すのは、まあ今言ったタイトルとしては、系外惑星の話を主にしていきたいと思います。系外惑星でどう書くかっていうと、太陽系の外の惑星なので、こうやって書きます。太陽の系外、惑星と。系外惑星。つまり太陽系って今、地球も入ってるのが、ありますよね。ちょっと緊張しましたね。ダメです。太陽系ってありますね。で、実は、星見えると思うんですけど、夜とか。あれ、恒星がいっぱいあります。で、恒星たちにも、実は周りにも惑星があるんだよって話をですね、今回していきたいと思います。そして、まぁ、ちょっと生物っぽくなるのが、その系外惑星に生物がいるんじゃないかと、まあ、生命がいるんじゃないかってことも考えられているので、決してですね、サイエンスフィクションの話、サイエンスフィクションのようなものじゃなくて、本当に今の最先端のサイエンスで考えられている、生命の可能性について話していきたいと思います。ですね、実はこれ2019年のノーベル物理学賞の受賞内容なんですね。2019年のノーベル物理学賞って、まあ、大きく分けて2つあったんですけども、まあ、宇宙論全体の理論に関して、に与えられて、あとですね、二人に対して与えられたのが、この系外惑星の発見でした。なので結構一番、まあ、ホットって言えばホットな内容なので、ぜひ楽しんでいただければなと思います。じゃあですね、早速太陽系の復習をしたいと思います。太陽系。本当にここにいる先輩方にですね、必ず、晩酌するときは半身の姿勢とかっていうことを習いましたので、ずっと学んでおります。太陽系です。で、太陽系、自分たちがよく知る、恒星の太陽がまずですね、とてつもなくでかいものがあって、これが太陽ですね。で、順番に水金地火木、天海と続いてます。最初ちょっと小さいんですけども、こうやって。
実際のスケールとちょっと違いますが、なんとなくでいきますね。認知化、木、土、天、海と。まあちょっと土星を輪っかつけて。こんな感じですね。周りに惑星が回ってます。もう一回名前を言いますと、内側から水、金、地下、木、土、天、海との冥王星は2016年に外されたので、ここまでですね。こういうふうにですね、まあざっくり言うと、太陽系っていうのが、太陽っていう中心にでかい、自ら光り輝く恒星っていうのがあって、その周りを、その重力に引っ張られて回っている惑星っていうのがありますね。惑星がありますと。まあ、こういうふうな状況になってます。で、自分たちがたまたまこの地球に住んでるってことです。でですね、今から考えたいのが、太陽系じゃなくても、つまり太陽の周りじゃなくても、他の恒星の周りに惑星が存在するかどうかって話なんですが、皆さんだったら、まあ、研究者の気持ちになってもらいたいんですけど、どういった惑星から探しますかね。惑星ですね、基本的に太陽系の外の惑星は目に見えません。すごく遠くにいるし、恒星みたいに自ら光り輝いてない。さらには、大きさも恒星に比べたら十分すごく小さいので、全然見つかりません。ただ、もし探すなら、どれ探したいですかってことなんですけども、まあ、ね、趣味的なものはやめましょう。なんか、ヴィーナスが好きだからとか、なんか、そういうのじゃなくて、科学者の気持ちになって、純粋に何でもいい。まず、太陽系の外に惑星があるのかどうか知りたかったら、個人的には、まあ、圧倒的に木星探すと思うんですね。この絵で今、わざとらしく一番大きく描きましたが、一番でかい、太陽系の中での惑星です。まあ、こいつを探したいわけですよね。これが、普通ターゲットなわけです。ターゲットです。でですね、結構太陽から離れて、いるので、その水とかがないような惑星なんですけども、もっともっとですね、近づいていくとどうなるかっていうと、例えば、これ水星ってまあ一番太陽に近い惑星ですけども、いわゆる太陽の周りを惑星でぐるぐる回ってますが、公転の周期ってあります。これがですね、約3ヶ月で一周するんですね。簡単に書いちゃいますね。約3ヶ月。って思うかもしれないんですけども、地球がもちろん約1年で回りますね。1年で回ります。で水星がまあ近づいていると結構早いんですよ。で、木星みたいな結構その太陽から離れてるものって、かなり一周するのにやっぱり時間かかります。どれぐらいかかるかっていうと、約12年かかります。約12年と。じゃあどうしますかって話ですよね。もちろんですね、太陽系の外で惑星を見つけたら大発見です。だからまあ探したいんですけども、まず最初は木星をターゲットにしようっていう流れになります。で、実際にたくさんの研究者がですね、調べました。いろんな恒星を見てですね、その恒星の変化から周りに何か惑星とものがないかどうかを調べるんですけども、こんな研究が出たんですね。1991年です。1991年。ちなみに何かしら質問とかがあっても全然、お願いします。各科目の視点ごとからでもいいし、もう普通に純粋に一人の人間として、大好き宇宙人間としてでもいいですから、何か一つでも何か質問してくれたら嬉しいです。1991年に、発表されたのがちょっとイラスト描いて、印象を残したいんですけども、結構ですね、実はイラスト結構得意で、すごく似てるんですけど、これマイオールっていう研究者ですね。マイオールっていう研究者です。こんな見た目してます、本当に。まだ存命なのであんまり変なこと言えないんですけど、マイオールっていう研究者の人が言ったのがですね、1977年からですね、ずっと構成いろいろ調べました。291個の構成調べました。で、それをですね、まあ、本当に13年間モニターし続けたんですよ。13年間、その星をずっとモニターし続けます。これどうしてかっていうと、なんで13年間かって言ったらですね、約12年間で木星みたいなものは一周するからなんですね。で、もし、恒星の周りに木星が直接見えないけれども、回っていたらどうなるかっていうと、その周期で変動があるはずですよね。何かしら影響があったらです。だからまあ、大体12年間ぐらい、まあ1年に、まあ、数回ぐらい観察してればですね、そのデータがゲットできるわけです。だから周期分で何か変動があったら、惑星みたいなものがあるって言えるので、ずっとモニターし続けました。だからまあ、木星に限らないので、木星っぽいやつまで含めたいから、13年間やったんですね。で、本当に291個の恒星を調べてたんですが、ですね、1991年に発表した論文の中で、全部見てきたけど、なかったって言います。マイオールっていう研究者たちのグループが。なかった。ちょっと、どれ書きますね。どれぐらいなかったかっていうと、単純に、ないわって感じじゃなくて、13年間モニターしたんですね。291個。で、13年間です。
で実はマイオールだけではありません。マイオールの他にも他のグループも別個でですね、調べたんですけども、やっぱりですね、結果は同じで、太陽系の外に惑星ありませんでしたっていうんですね。何がじゃあ考えられるかっていうと、今、その現代の自分たちって、太陽っていう星が特別な星じゃないのはなんとなく知ってますよね。唯一の太陽って感じじゃなくて、実は太陽も銀河系って言われるものの中の恒星のただの一つのものしかないですよね。で自分たちがこうやって、外で見る星も太陽みたいなものたくさん、存在します。なので別に太陽特別じゃないんですけども、こんだけ調べてもないんですよ。惑星みたいなものがです。だから、太陽自体は特別じゃないけども、やっぱ惑星ってすごいことなんじゃないって思えるんですよね。こういう太陽系って結構奇跡なのかもしれないという流れになってきました。なので、この当時ですね、研究者の人多くが、まあちょっと系外惑星はないかもな。諦めようかっていう空気になってたんですね。だって、こんな調べられたらもうやりたくないです。自分だってもうこの分野には絶対入りません。それぐらいのまあダメなやつなんで。でもやっぱり、すごい研究者はですね、そういうあの流れに負けないわけですね。このマイオールの当時学生がいました、学生が。まだ学生です。それがですね、ケローって言うんですけど、ディディエ・ケロー。ちょっと 見た目書きますね。似てます。これが、ディディエ・ケローって言うんですけども、彼がですね、1995年に発表した論文があります。その中で、何を述べたかっていうと、その先生がですね、もうずっと調べた、なかったって言うんですけども、ケローが言ったことは、あったよって言ったんですね。これなかなかびっくりですよね。学生ですから、13年間もちろん研究していたわけじゃないはずなんですよ。何が、起こったんでしょう。これを考えていきたいんですけども、まあ学生、当時学生だったので、まあ、先生にね、報告するわけです。なんか天体みたいなものあったんですけどって言って、って言って、もう、調べて、これ、その天体が惑星じゃない理由とかをいっぱいいっぱい調べるんですけども、どう考えても惑星なんですよね。じゃあなぜ、こんなまあ、言ったら短い時間で、先生が13年間モニターし続けたのに、見つからずに、こっちが見つけたかっていうとですね、常識から外れてる惑星だったんですよね。自分たちって、惑星って、言ったら、一種類の惑星しか知らないんですよ。どんな惑星かっていうと、太陽の周りを回ってる太陽系の中の惑星しか知りません。だから、勝手にですね、自分たちが想像する木星みたいなものを探してたんです、本当に。ただですね、実際には、木星と全く種類の違う惑星だったんですよね。なので、全然探せなかったと。じゃあ実際どんなものだったかっていうとですね、こんなような構成があるんですけども、これ、ペガスス座51番星って言います。ケローが観察してた構成の一つです。ペガスス座51番星の周りを回っている惑星を見つけました。これ、同じ人が書いてるんで、なんとなく気持ちわかりますかね。めちゃくちゃ近い。そしてでかいですよね。実は、この周りをですね、こうやって回ってるやつがいたんですね。これをですね、ペガスス座51番星 B って言います。ペガスス座51番星の B ですね。これを見つけるんですよ。で、これがですね、どんな常識と外れてたかというと、実は、公転周期1周するまでにかかる時間、4.2 日だったんですよね。4.2 日です。4.2。4.2 日ってことなんですかね。4.2 日です。公転周期が。だから、めちゃくちゃなスピードだったんですよ。要するに、距離がめちゃくちゃ近かったんですね。で、どれくらい近かったかっていうと、太陽と水星が太陽系の中で一番近い距離にいます。めちゃくちゃ近いです。だからもう灼熱で、水が全部蒸発している状態ですけども、水星っていう名前のくせにです。これですね、その、太陽と水星の距離の8分の1程度しかないんですよ、距離が。ちょっと書いておくと、太陽と水星の、これ距離が8分の1程度です。めちゃくちゃ近くないですか、これ。まあ、4.2 日だったから、ケローが短い時間で見つけられたんですね。要するに、ずっと細かいタイミングでモニターし続けてたら、4.2 日周期で変動するんですよ。恒星の何かがです。それは詳しく今から説明するんですけども、変化があったんです。4.2 日周期でです。なので、短い時間で見つけられた。そして、常識から外れていたのが、めっちゃ恒星と近かったんですよね。こんなものを当時の惑星形成の理論ではなかったんですよ。標準の考え方っていうのが、なんかまあ恒星の周りにガスの円盤が出来上がって、徐々に岩石型ができて、で、でかいやつができて、氷型ができるよねって、それでもう説明できたんです。完璧に太陽系っていう一つのモデルだけをです。なので、その一つの例に自分たちはずっと囚われてたので、こういう例外が見つけられなかったんですね。で、実はその、まあ、ケロが見つけたんですけども、データとしてはもうあったって言われてます。
要するにこの発想がなかったから、ただ単に見せられなかっただけで、今までの観測データ、もしかしたらプロじゃなくても、普通に天体が好きな人でも、系外惑星見つけられていた可能性があるって言われてるぐらいデータはあったんです。ただそれを解釈する、まあ、概念がなかったですね、頭が。構成の周り回ってないと思ったんです。はい。っていうことは、マイオールは、それの存在を、はい、多分データとしては持っててってことですよね。持ってたんですね、おそらく。はい、なので、まあ、もっと10年前とかから気づけたかもしれないわけです。ただ、マイオールがやってたのは、やっぱり、木星みたいなものをターゲットにしたんで、1年間に数回しかやってないはずなんですよ。モニターを。だって、毎日やる必要ないでしょうっていう、12年周期のものを見ればいいだけなので。なので、細かくモニターし続けるってことがなかったんですよね。それなので気づけなかったかもしれません。ただ、データとしてはおそらく、まあ、見抜けることはできたでしょうという、この発想さえ、あればです。はい。まあ、こんな感じなんですけども、だからまあですね、ちょうど、なんか、先生、なんか面白い天体があったんだけど、それがちょっと惑星かどうかわからないよねって言って、そんなことある？じゃあ、特徴言ってみてよって言って、でもね、公転周期が 4.2 日なんですよね。ほな、惑星とちゃうやないかいって。あれ？皆さん M1 見てないですか？あれ？忙しくて M1 見てないですか？M1 優勝のミルクボーイのネタなんですか？あれ？もしかして、僕より緊張してますか？これ、受けると思って練習したんですよ。今回まだ続きあるんですけど、やめません。まあだから、でも、なんかその太陽と水星8分の1程度しかない。惑星とちゃうやない。でも、4.2 日で、その周期で、明かりが変動するんですよって。この惑星やないかってことで、惑星で論文発表して、まあ強調ですけども、この二人がですね、2019年ノーベル物理学賞を受賞したって形なんですよね。なので、系外惑星ありました。普通にです。で、やっぱり科学者たちは、あったとあればですね、ものすごい勢いで見つけます。一個目が大事なんですね、やっぱりね。そういうものがある。しかも、自分たちの常識から外れてるかもしれないってなったら、いろんな方法でですね、データを探っていくわけです。その結果ですね、めちゃくちゃたくさん見つかって、現在では、約4000個見つかっていると言われています。太陽系外惑星。むしろありまくりました。探してた。今までないという、その結論だったんですけども、めちゃくちゃあったんですよね。で、実際にその、恒星の中には太陽と似た、恒星の中には太陽と似たものがたくさん、存在するんですけども、そのまあ7割ぐらいがですね、惑星持ってるって考えられています。なので、夜、星を見たらですね、ほとんどが周りに惑星回ってます。っていうぐらいなんですよね。実はそれがまあ、リアルな話なんです。ただやっぱり見つけられなかったんですね。で、じゃあどうやって見つけたかっていう話をしていきたいんですけども、まあ見つけ方はもちろんですね、物理です。ノーベル物理学賞なので、その話をしていきたいと思います。でもですね、この面白いのは何かっていうと、高校生でも理解できる物理しか出てこないんですよ。特別なものすごい難しい、まあ、大学とかでやる。量子力学、場の量子論とか、そういうハードなものを使うんじゃなくて、めちゃくちゃシンプルなですね、ものだけを、使います。ちょっと話します。それがですね、視線速度法っていうんですけど、はい。これがどんなものかっていうと、ここにまあちょっと目を描きましょう。でかくわざとらしく。でですね、ここに恒星があります。恒星。でかい恒星があります。で、周りを、まあ恒星に比べたらめちゃくちゃ小さい惑星が回ってるんですけども、惑星回ってます。ただですね、ハンマー投げみたいなものを想像してもらえたら、例えばまあ、めちゃくちゃでかい人が鉄球こうやってぐる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 やってると。で、鉄球引っ張ってる側も影響されてちょっと動きますよね。ちょっとですけども。惑星と恒星の関係も同じでですね、惑星が回ってる時に、ほとんどもちろん恒星が惑星に影響を与えて回ってるんですけども、惑星に惹かれる分もあります。なので、実は、こうやって、ちょっと動くんですよね。ちょっとだけ動きます。周りの惑星に釣られてです。そうすると何が起きるかっていうと、これ恒星です、恒星。恒星はもちろんですね、めちゃくちゃ光飛ばしてます。人間の目に光が飛んでくるんですけども、もし、このブレがですね、この見てる方向から離れていったらですね、これ、光の波長っていうんですけども、これが伸びるんですよね。これ、もちろんドップラー効果っていう現象なんですけども、この光ってるものが近づいてくるときには、その波の間隔、光って波なので、それがギュッと縮こまってですね、こういうふうな細かい波になります。で、光って、この波長って言われるこの波の幅でですね、色が変わったりするんですよ。だから、例えば、こうやって、間隔が広い場合には赤っぽく見えたりとか、この狭い場合には青っぽく見えたりとかですね、それがですね、変動するんですよね。ケロはそれを見ていたわけです。これなので別名ドップラー法って言います。よく高校ではドップラー効果ってのを音で習います。音波で習います。だからよく救急車とかで例えられるんですけども、
救急車が近づいてくるときに、あの、ピーポー、ピーポー、ピーポーってあの、高く聞こえる。で、通り過ぎると、ピーポー、ピーポーってやって。あれ、別に救急車が空気読んで音が入ってるわけじゃないですよね。なんか人が聞いてると思って、ちょっとあの、高めていこうぜって言って、来るときに、あ、通り過ぎたってて、ちょっと音下げてるわけじゃないんですよ。これはあの、講師の時もやったんですけど、もっと受けました。いや、面白い。明日から使って大丈夫です。もうちょっとあの見せますか。ドップラー効果、鉄板がたくさんあるんで。うん、よろしくお願いします。じゃあ、いきます。これ忘れないように言っておくと、近づいていくときに音が高く聞こえるんですよ。なぜかというと、音が高いっていうのは、よく振動するあの、波長が短い波なんですよね。こうやって詰まるわけです、感覚が。自分が近いことによって。で、離れると音が低くなります。もう一回言いますね。近づくと高くなります。で、遠ざかっていくと低くなります。見ててください。いきます。かっぱ寿司、かっぱ、間違えました。もう一回言います。カッパ巻き、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 マグロ、マグロ、マグロ、マグロ。どうですか今。高くなりました？死んだ目してますね。お寿司屋のマグロより死んだ目してます、ね。もう一回見せますか。いきますね。じゃあ、マグロ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 、エビ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 。どうですか？マグロとエビじゃあんまかなって、ね。最初スタート音にしてもらったですね。要するに、近づけば高く聞こえてですね。離れれば、まあ、低く聞こえるわけです。カッパ寿司は確認しちゃカッパ寿司は。カッパ寿司は、均一で来たし。最初に一番行っちゃいけないんですよ。鋭い指摘が。皆さん、こういうタイプの渾身の動きをするときって、どうしてるんですか授業中やっぱり、もちろんなんかやりますよね。雑談とか。なんか渾身のやつとかって何個か準備するじゃないですか。気分が乗った時って。よく喋れないの全部決めてるんですかって聞かれるんですけど、もちろんそんなことないですよね。結構もちろんその場に行って、まあ空気とか見ながらやると思うんですけど、一、二個あるじゃないですか。授業準備してる時にこれウケるなと思って。まあ、それがさっきのやつなんですけど、もし失敗されたら、失敗した時って、どうしてますか？もう普通に授業に戻るって。ああ、なるほど。特権を利用してね。お前ら授業聞きに来たんだってことですね。なるほど。まあそれ今度からは使えますね。じゃあ早速続き行きたいと思います。だからまあこれがですね、いわゆる高校物理でも習うんですけども、ドップラー効果っていう、現象ですね。ドップラー効果。なので、このドップラー法、または、視線速度法と言われる方法を使って、惑星をですね、系外惑星を発見したということなんですよね。まあ、理屈がつかめたと思います。ちなみにですね、あ、なるほど。じゃあこれ光が変わるんだ。俺でも見つけられるぜって思うじゃないですか。思います、最初聞いた時には。だって色が変わるんでしょって言って。星見て。あ、赤、青、4.2 か周期。系外惑星ノーベル賞です。そうじゃないんですよね、でも。この、めちゃくちゃゆっくりなんですよ。こんなにでかいスケールの話なのに、秒速13メートルでしか、例えば太陽と木星の関係ですね。木星は太陽をですね、秒速13メートルほどしかですね、引っ張れません。秒速13メートル多分あんまり馴染みないと思うんですけども、時速で言ったら、だいたいどれですね、車が走ってぐらいと思います、そこら辺を。車ぐらいでしか動いてません。もちろん、あんまりイメージわからないと思うんですけど、地球とかの光年でもっと速いですよ、もっと。まあ、めっちゃ速いですよ。止まった瞬間、全部みんな投げ出されて言われてるぐらい速いんですけども、それぐらいしかないんですよ、実際に。だから、気持ちですよ。これぐらいしか動いてません。どうですか？動いてる見えますか？見えないですよね、動かしてないんで。それぐらいですね、気持ち。本当はだから、大げさしたらこうですね。はい。こういう感じの、本当にごくわずかなものをですね、見つけなきゃいけないんですけども、じゃあなぜ、ケロはこれ見つけられたかっていうと、近くてでかかったからなんですよね。こいつがです。今言ったのは、木星が太陽を動かすのは、秒速13メートルほどです。ただ、こいつですよ。ペガスス座51番星 B が、ペガスス座51番星を動かすスピードは、もっと速かったって言われて、秒速55、メートルですね。さっき、センチメートルとか、13メートルです。13メートルです、さっき。すいません。で、今が55メートルです。なので、結構でかいですね。4倍近いんですけども、それぐらいの、影響があったので見つけやすかったんですよね。それはもう一回言います。ポイントは、近くてでかかったんです。想像を超えてです。で、これでも近いと、なんかやばいこと起きますよね。水星に、生物がいないと考えられている理由は、灼熱すぎるからです、近くて。もちろんですね、これもう蒸発寸前まで熱いです。で、しかも木星みたいにでかい。なので、名前がですね、ホットジュピターって言います。分類です。そういう惑星分類も分類されてるんですけども、ホットジュピターっていう当時の惑星の考えでは全くなかったタイプのですね、ものなわけですね。要するに、日本語訳したら、暖かい木星ってことです、ジュピター。名曲もありますよね。なんか、あれ、年代的に絶対大丈夫ですよね。Everyday, I listen to my heart のやつですね。発音がすいません、ちょっと。英語の先生いいんだろう。ホットジュピターって言われてて、
で、まあ、それがあったので、まあ、影響でかいことですね。だからまあ、最初はこの手のタイプの惑星がたくさん見つかります。みんな、ホットジュピターってあるんだってことで、一番見つけやすいし。ただですね、やっぱり、科学者はそれ満足しません。じゃあ、もっと小さいタイプのやつも見つけたい。で、今ではですね、その地球サイズ規模のやつも、多く見つかってます。なので、実はドップラー法だけじゃなくて、いろんな方法で確かめます。もちろん、一つの方法だけで、それっぽいものは検知できても、あまり科学的には強い根拠になりません。別の方法でやっても見つかったりとかすればですね、それが強い根拠になるんですけども、その一つの方法がですね、トランジットって言います。トランジット。これすごく直感的にわかりやすいんで、ちょっと図を使って説明したいんですけども、例えばですね、こうやって恒星があって、一つ恒星、明るい光をすごく発してます。で、周りを惑星が回ってます、こうやって。惑星回ってます。今これ回ってる途中だと思ってください。まあいろんなところに動いてると思ってください。いえ、何個も書いてるんじゃなくて、1個が回ってると思ってください。で、明るさを調べます、恒星の、こうやって。横軸が、まあ時間とか縦軸が明るさだと思ってください。明るさ。それをですね、まあ調べるんですけども、この、ちょっとですね、ある時に明るさ下がるんですよ。何となくわかりますかね。惑星がですね、恒星を横切る時にですね、ちょっと明るさが。それ肉眼でもわかるんですか？肉眼ではですね、まあ、かなり厳しいです。今から理由をお話しするんですけども、惑星の方がめちゃくちゃ小さいです。恒星に比べて。そしてですね、もっとややこしいのが、これ見る角度がまんまこうじゃないと、もちろん観測できないわけです。これ偶然なんですよ、だからね。探査機とかを送って、その角度でたまたま惑星が横切るやつだけが見えて、しかもその惑星がめちゃくちゃ小さいので、ごく微量しかですね、このやつは変わりません。だから、ただ肉眼では難しいですね。なので、まあ、そういった機械を使っても頑張って、その、わずかなものをですね、いろんなノイズも出るんですけども、削って、確かに明るさが減ってるねってことで、証拠の一つなんですね。だから、まあ、実際には組み合わせて使われたりもします。二つの結果があって、あ、惑星発見としましょうとか、っていうふうに。で、このトランジットという方法が出てから、結構、まあ、直接的になったので、多くの惑星がですね、見つかっていきます。その中でさっき言ったような、ホットジュピター以外の惑星もたくさん見つかっていきますってことですね。結構まあトランジットも、ドップラー法のこの自然速度法もかなり意外とシンプル。だからノーベル賞っていうとすごく、最先端のぶついて気がするんですけども、もちろん最先端ではあっても、その内容自体はですね、結構可愛く、優しく理解できるものなんですね。で、特に今回はです。はい。はい。はい、どうぞ。ケロはそもそも肉眼で確認したんですか？いや、違います。ですよね。はい。うん、もう肉眼で確認してる時代は多分もうかなり1900年ぐらい終わってると思うんですけども、もちろん肉眼で最初に何か傾向を掴むってことがあっても、実際の解析の段階ではもう今の時代はですね、星すら見てません。天体研究って結構こういう風なやつ、まあ、ガリレオとかの顕微鏡みたいな、顕微鏡望遠鏡ですね。望遠鏡。何見てるんですかね望遠鏡。望遠鏡で、まあ、天体観測してるイメージだと思うんですけども、実際にはですね、今はパソコンの前でデータ見てます。まあそうやってデータを自動的に取って数字出てきて、それとにらめっこしてます。っていう感じですね。はい。まあなので、ケロは肉眼じゃなくて、まあいろいろそういう新しい最先端のものを使ったので、ようやく確認できたと。もちろん技術が発展して、かなりそういうのが精度よく、求められるようになったんですね、データも。この動画は、医学部受験専門予備校、慶修会の提供でお送りいたします。ですね。まあ今から話したい話が、まあ惑星がたくさん見つかってきました。で、木星みたいなものを探してたけども、そうじゃないものがたくさん見つかってきた。で、いろいろ調べたらですね、やっぱり太陽系の中の惑星とは、その常識外れというか、全く異なるものがたくさんあったって話していきたいと思います。多様性の話します。ではですね、多様性って話します。やっぱりですね、惑星は、もっといろいろあったんですね、自分たちが思ってるよりも。どんなものがあったかっていうのを紹介させていって。紹介していきます。最初に言ったのが木星型ばっか見つかったんですけども、やっぱり、なんとなくですね、自分たちやっぱり地球に住んでるので、地球っぽいやつ見つけたいんですよね。まあ、岩石型とかの。まあ、ちょっと地球と同じぐらいの大きさだったらいいな、みたいな。なんとなくですけどね。でもやっぱり、地球サイズって小さいんですよ、すごく。さっきの絵でもわかると思うんですけど、実際にはもっと小さいです。縮尺が違うんで。地球小さいので、まあ無理でしょうと。まあでも言ったら、地球の数倍ぐらいでかいやつは見つかるかな。っていう、まあ、期待があったんです。ただですね、まあ、いろんな人がいろいろ調べて、まあ、ちょっと無理だねって、ここ数十年は小さすぎて無理だよって言われたんですけども、2005年にですね、発見されます。地球の数倍ぐらいしか変わらない大きさのスーパーアースって言います。あ、すいません、スーパーアースかもしれません。TH の。スーパーアースです。ちょっと見た。
予備校会で有名な方も生徒の中にたくさんいらっしゃるんで、あの生徒っていう時に生徒が講師なのやっぱり面白いですね。なんか逆よく分からなくなります感覚が。スーパーアースと言われるタイプのですね、惑星がたくさん見つかっていきます。要するにまあ、本当に地球みたいな大きさのやつですね。でもちろん、表面とかの状況とか大気の状況が地球っぽいかどうかなんてわかりません。なかなか。ただまあ、ぽいやつがどんどん見つかっていきます。夢があると。何個も、見つかったら何かあるかもしれないからですね。で、他にもですね、もっと常識外れなものが見つかっていきます。例えばですね、恒星があって、こういう風な軌道を描いてるやつとか、これ恒星で、これが惑星なんですけども、要するに楕円形を描いてると。太陽系の惑星って、ほとんどが、まあ、同一平面上の円軌道なんですよ。まあ、だからこそなんか円って特別なものとかって思われてたんですけども、まあ、太陽を中心にして、ほとんど円っぽく回ってます。ただですね、やっぱり中にはおかしなやつがあって、このようにめちゃくちゃ楕円軌道を描いてるやつも出てきたわけです。これなんていうかっていうと、エキセントリックプラネットって言います。エキセントリックプラネット。エキセントリックってこれダブルミーニングで、奇抜なって意味があったりとか、あとは楕円って意味も天体ではあります。エキセントリックプラネット。ものすごい楕円軌道を描いてて、これですね、やっぱり変動が激しいので、まあ、生物とか生命が住むには適してないんじゃないかとも、言われてます。もちろんはっきりしたことは言えないんですけども、そういうふうに考えられてると。めちゃくちゃ変わった軌道を描いてね、それが、エキセントリックプラネットです。もちろん物理的にはですね、実は、惑星とか、その、中心にある何かでかいものに、重力で引っ張られて回るときに、円軌道以外も描けるっていうのは普通に高校でも習うんですね。一般には楕円軌道を描いて、その中の特別なものが円軌道っていうのを習うんですけども、実際にめちゃくちゃな楕円軌道を取ってるやつが見つかったってことですね。やっぱりまあ可能だけども存在するとは限らないじゃないですか。でも実際にやっぱりあった、その物理的に可能な軌道を描いているものが、太陽系の外で見つかっていったわけですね。エキセントリックプラネット見つかります。でですね、もう一つ夢のある話しますか。こうやって、めちゃくちゃ近い位置に恒星が2つあります。で、この共通の重心の周りをぐる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 、まあ、行ったら、宇宙レベルで行ったら近い位置で回ってるやつがあります。それをですね、さらに外側から回ってる惑星があります。っていうのもあります。これ何ていうかっていうと、周連星惑星って言います。要するに、こういうのは、恒星とかが、共同で回ってるものを連星って言うんですけども、その周りを回ってるので、周連星惑星って言います。周連星惑星と。この中で、何ですかね、連星の星が。スターウォーズ好きな人いますか？スターウォーズ好きな人、はい。あ、みんな、ダメな生徒だ。絶対にスターウォーズ好きな人いますよね。スターウォーズ。誰見ない。あ、ここで一つ、分かったことがあります。予備校講師、スターウォーズ見ないです。まあね、やっぱダメですか、ライトセーバーダメですか、ああいうのはピンク付いていいですか。スターウォーズでですね、出てくるのは、まあ、聞いたらおやすかもしれません。スターウォーズってまあ長いんで、もしかしたら自信持っていなかったかもしれないですけども、中に、その作品の中で、その、太陽が2個ある惑星が出てくるんですよね。自分はですね、ちなみに1個も見たことないんですけど、見たことあるような口で言いますが、スターウォーズでそういうような惑星が出てきます。で、タトゥーインって言うらしいんですけども、全然誰もピンときたのは多分違うみたいです。視聴者の中には多分ですね、まあ、知ってる人もいると思うんですけども、こういう恒星が2個あるので、行ったら日の出が2回あったりとかっていう不思議な惑星も見つかってると。まあ、要するにありそうなの。結構あるってことですよね、やっぱり外まで目を広げれば。で、まあ実際にこれが本当に岩石型とか、要するに自分たちが人間が立てるようなものかっていうのは全然わからないし違うんですけども、まあ、とりあえず、まあ、もしここで目があれば、太陽とかが二度見れるような惑星も見つかってるって話ですね。やっぱり、いろんなもの、多様性が本当に、飛んでます。ちなみにこれ、物理的に解析するのはめちゃくちゃ難しいです。なぜなら、二体問題って言って、二個のものが何か影響して運動する現象は、まあ、割と、これ言うと、結構怒られるんですけど、簡単に計算できます。で、三個以上になると、一気に領域が変わります。むしろ原理的に解けなくなったりします。なので、めちゃくちゃ解析難しいんですけども、まあ、頑張って見つけて、まあ、計算とかをしてですね、確かめたわけです。これが、周連星惑星の話ですね。それらを見つけたのも、視線速度法で見つけたと。これですね、両方使ったりしてます。得意不得意がやっぱりあります。はい。例えば、
まあ、さっき言ったようなホットジュピターみたいな近くて大きいやつだったらこの影響がでかいので、これで見つけやすい。でたまたま、その調査しに行った、まあ、探査機みたいなものが向いてる方向が、あの惑星を通る場所だったらこれが向いてるとかっていう風に、あとは両方でできたら両方で一番嬉しいねとかっていう風に。で結構それが見つかってからですね、あの探査機もたくさん出てます。実際に2020年のこの後半にもですね、めちゃくちゃでかい、まあその探査機で出ることが決まってるので、まだまだ多分分かることがたくさん出てくると思います。要するにまあ2つ併用しています。ちなみに今はですね、もう少し方法はあります。もう少しあの今ここで簡単なものを言ったんですけども、重力レンズ効果っていうのを使ったりとか、それもっとハードなやつ使ったりとかして、まあ、いろんな方法で見つかって今はいます。結構でもトランジットがでかいです、これが。はいはいはい。それ結局は周期性を見つければいいっていうことですか？そうです、基本的には周期性を見つければ OK です。それの方法としてその2つが、はい、そうです。例えば調和の法則とかで単純には見つからないわけですよ、ね、見つからないです、はい、で質量とか分かんないじゃないですか、はい、その、はい、主性っていうかな、はい、冷静系にしてもその、はい、その質量とかは別に関係なく周期性だけを追えばいいっていうこと。ですね、基本的に、周期性が分かるとですね、計算で質量までだったら、うん、まあ、なんとなく分かるわけなんですね。構成は確かめられる。構成はいろいろ知れる方法があって、構成の質量が分かる。で、周期などが分かれば、そこから質量と軌道とかは逆算できるんですけども、原理的に。ただですね、まあ今すごく、その、いい部分が何かっていうと、質量は分かっても、あの、これ物理的に考えるとですね、大きさまでは分かんないはずなんですよね。その、何かを回ってるっていうのは、重心がやっぱり、重心の、重心がですね、その中心を回ってると考えられるので、そのどこまで膨らんでるかって計算もなかなか出てこないんですよ。だから大きさはですね、めちゃくちゃ調べるのが難しいんですよ。だから何まで分かるかっていうのは結構いろいろハードな話があって、例えば、まあその大きさ的に地球みたいなものが見つかった、ちょっと大きいがスーパーアースって呼ぼうを、もう結構大変なんです、それだけを言うにもですね。で、あとはさっきも言ったように、上空の大気がどうなってるかとかも全くなかなかですね、掴むことはできない。いろいろ方法はあっても基本は難しいんですよね。っていうふうにですね、まあ本当はその、やっぱり計算から知れることっていうのは限界が。あります。はい。基本的にもやっぱり今の方法は周期を見る方法とかがですね、結構でかいですね。あとはまあ直接見たりとかっていうのもあるんですけども、やっぱりメインは周期性があります。はい。で、じゃあもう一つだけ変わってるやつを言うと、これなんかまあ変わってると思えるか人それぞれかもしれないんですけども、結構ですね、自分たちの感覚としてはなかったやつが出てきます。これ恒星です。で、恒星がこういうふうに自転してます。例えばこっち周りです。で、今から何言うか想像してみてください。こっち周りに恒星が自転してます。でですね、惑星がですね、逆向きに回転してます。これを逆行惑星って言います。別にあってもいいじゃねえかと思うかもしれないんですけども、いや、これ、あっちゃいけなかったんですね。あっちゃいけないというか、言うよりかは、その今までの惑星の理論の中では、これはなかったんですよね。なんでかっていう話をしたいと思います。逆行惑星。これがですね、もともと考えられた惑星が形成される標準的なモデルがあってですね、最初に、まあ、ガスがバーって集まっていって、一つ中心に恒星ができて、その周りを円盤みたいにガスが回っていく、ぐる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 同じように回っていく、で、そこからどんどん小さい、なんか惑星みたいなものができて、どんどん大きくなっていって惑星が出来上がるので、もともとですね、スタートから同じ方向に回ってるはずなんですよね。でもですね、何か今までの理論で説明できないことが起きている、逆行している惑星があると。まあ、初期の方で何かしら逆に回るようなことがあったのかもしれないし、要するに少なくとも自分たちが太陽系で知ってる惑星とはめちゃくちゃ違うわけですよね。太陽系の惑星みんな同じ方向回ってます。太陽の自転とです。まあ、こんな風にですね、結構変なものがたくさんあるわけです。で、ここら辺からですね、少しあの、生命の可能性についての話をしていきたいんですけども、今、太陽系の惑星の中で、まあ、生命がいるだろうって考えられてるのは地球ぐらいですかね。いるだろうっていうか、まあ、今、まさに対面してるんですけども、あの、水星とかだったら近すぎるとか、金星も近すぎるとか、火星ちょっと遠いかなとかっていう、要するに、恒星からの距離ってすごく大事なわけです。大事な熱源であったりとか、あるいは、まあ、温度ですね。例えばちょっと絵を描いてみたいと思います。これが、じゃあ、恒星だと思ってください。恒星です。で、何個か、じゃあ惑星があります。適当に書いてますが、この距離でですね、ちょっと性質が変わって、例えばこの距離だったら暑すぎず寒すぎないので、液体として水が存在できる。水。それよりも近いとやっぱり太陽とか恒星は暑いので、蒸発してしまう。そしてそれよりも外側になるとやっぱり寒すぎるので、月は氷になってしまう。
でですね、今少なくとも地球の常識で考えられているのは、生命の誕生はどうやら海からっぽいんですよね。科学進化説ですが、海の方で有機物ができて、そこからももっと複雑な生命が生まれていたと考えられているので、やっぱりその化学反応っていうのはすごく生物ができる上で大事なんですね、生命の誕生で。化学反応が起きにくいような気体とか固体とかではなかなか生命誕生しないでしょうってことで、今標準的に考えられているのはやっぱり液体の水の存在はでかいよねというわけなんですね。まあ、やっぱり自分たちも想像するには、生命の誕生ってやっぱり水のイメージあるじゃないですか。海がなんか生命の母みたいに言われてるので。なので、この水があるかないかって、惑星の上で、まあ、要するに生命が、入れるかどうかのめちゃくちゃでかい判断基準になるんですね。こういうのをハビタブルゾーンって言います。つまり、まあ、住める領域のことですよね。生命がです。この領域にあるかどうかは一つの大事な指標になってます。で、じゃあ実際にこういうのあるのってことなんですけども、もちろん探したいと思います。だって自分たちは地球外生命体見つけたら結構嬉しいというよりかは、まあ探りたい気持ちはありますよね。なのでいっぱい調べるんですが、まあ今のところですね、そのめちゃくちゃ地球みたいな環境で地球みたいな生物いますってことは、ってことはないですし、あとはもう生命自体もまだ、見つかってません。もちろんその自分たちの地球の外側では。見つかったら大ニュースだと思います。で、意外とですね、やっぱり自分たちの常識で考えると、太陽っぽいものの周りを回ってる地球みたいな惑星探したくなるじゃないですか。まあ自分たちが住んでるから。でもですね、やっぱりそこは人間の何か縛られているものというか自由な発想ではなくてですね、実際に、生命がいる可能性が高いと考えられているのは太陽っぽくない恒星の周りに回ってる惑星なんですね。ちょっと書いてみたいと思います。それがですね、今ここに書いてみたんですけども、これですね、太陽とちょっと違った性質を持つ赤色矮星って言われるタイプの恒星です。赤色矮星。まあ簡単に言うと太陽よりも小さくて、そして走ってる光の量も少なくて、太陽よりも、暗い恒星って言われたりします。赤色矮星ってやつです。ちょっと考えてほしいのが、その発する熱の量が太陽より小さかったら、ハビタブルゾーンってどうなりますかね。ここは暑すぎ。そうですね。近くなるんですよね。なので、赤色矮星の周りのハビタブルゾーンって、かなり近くなります。実際にですね、めちゃくちゃ近くに惑星が見つかっていて、でもですね、面白いことが起きます。何が面白いことが起きるかっていうと、この赤色矮星の周りをぐるぐる回る惑星ですね、ずっと同じ面をこの恒星に向けています。つまりこういうことですね。こういうの、潮汐ロックって言うんですけども、潮汐力でロックするんで、潮汐ロック。ちなみに地球の周りから見える衛星の月がまさにそれですよね。ずっとまあ、うさぎの面が見えるのが、まあ、いわゆる潮汐ロックされてるからで、あれがずっと同じ面を向いてる。まあ、要するに、地球の簡単に言ったら重力が強くて近いので、ずっと同じ面に、同じ面を向いてしまう。っていう惑星がですね、まあ、見つかって、いて、これ何が面白いかっていうと、ハビタブルゾーン内にあったわけなんですよ。ってことは、まあ、可能性として液体の水が存在できるわけなんですね。もちろん液体の水が存在するかどうかとは別ですけども、もしそこに H2O ってものがあったら液体になっているだろうって考えられているわけです。ちなみに、これですね。この惑星の名前ですね。アイボールアースって言います。すごい、何を言ってるかわからないと思うんですけども、実際にちょっと拡大してみたいと思います。拡大するとですね、こうなってるんですよね。ちょっと色変えます。目玉みたいになってるんじゃないかと考えられてるんです。これはなんでかっていうと、ずっと同じ面向けてるんで、ここはあったかいわけですね。なので、水として存在できる液体。ただ、恒星の光が全く当たらない裏側があるわけですね。なので、こっち側は氷になってしまってると。氷になってしまう。なので、ここに海、表面に海みたいなものがあって、外側は全部氷みたいなものがあるんじゃないかと考えられていて、これまあ、生命がいる可能性があるんですよね。生物の可能性です。これアイボールアースって言います。眼球に見えるんで。アイボールアース。はい。で、実際にですね、まあこれ、いっぱい、こうかもしれない、こうなってるかもしれない惑星たくさん見つけてるんですが、一番でかい候補星っていう、まあその候補の星があります。それが、プロキシマ B って言うんですけども、太陽と一番近い恒星がプロキシマケンタウリっていう星です。あれは光で 4.2 年で着きます。めっちゃ近いですね。
近いだよって見えるんだけど、めちゃくちゃ近いんですよ。星って本当はですね、もっと遠いんです、あれ。めちゃくちゃ遠いんですよ。何百年前とかの光がようやく見えてるものもあります、星の中には。なので、4.2 光年ってめちゃくちゃ近い位置にあって、もしかしたら直接こういうのを調べに行けるかもしれないねっていう惑星も今あるわけですね。プロキシマ B っていう、プロキシマケンタウリっていう一番近い恒星の周りを回ってる惑星です。で、まあ、こういうものも見つかって、いると。なので、結構ですね、もし生物がいるとしたら、これ面白いのが、出してる光の、その環境違うんですよ。太陽が出してる X 線とか紫外線よりも、めちゃくちゃ強いものが出てるはず。だって近いし、っていうことで。実はその、もし植物がいても、植物、色緑じゃないかもしれないとかって言われてます。要するにまあ、それも太陽とか、太陽系の常識に縛らない方がいいと。で自分たちが想像するような生物じゃ全くないかもしれないので、多分探すのは難しいでしょうね。なかなか。自分たちが何かを見てもですね、それが、うん、生物っているかどうかわかりません。っていう状況ですね。はい。そう、ここら辺の話が、面白いなと自分は思うんですけれども、可能性としてはあって、例えばもしね、個人的な感想なんですけども、まあ、生物がいるとしたら、まあ多分、ここ厚すぎて難しいかもしれないですけど、この、ちょうど境目とかみたいなところには、もしかしたらまあ、いるかもしれません。こういう風に。ここら辺にいて、もし、こいつが地球の生命見つけたら、おい、あいつら、あんなに昼と夜コロコロ変わるところに住んでるのか信じらんねえなって言ってるんじゃないかなと思います。だってここでは昼と夜ずっと固定だからです。同じ面をずっと向いてるから、こっち側にいる人はずっと昼、こっち側はずっと夜なんで、むしろ地球の方がもしかしたら、こいつらにとったらですね、激ヤバな星かもしれません。よく耐えられるな、あの変化にみたいな。暑くて寒くてって思ってるかもしれませんね。っていう、ことですね。この生命の可能性っていうのは。これなので生命の定義って何なんですか？ふわふわしてます。もちろん。生物の先生とかも結構まあ、答えにくい質問だと思うんですけども、今でもやっぱりその何が生物か生物じゃないかって決めるのは難しいです。ちなみにちょうど自分が、学生の頃に一番興味あったテーマはそれです。あ、そうですね。なんか言ってた。はい、言ってました。生物にめちゃくちゃ興味があって、物理なんですよ、専門が。ただですね、夢があって、やっぱり生物って何だろうと思ってて、まあ、物理勉強すると、人間の体ももちろん原子でできてることが分かるわけですよね。で、原子じゃあ一つは生物かって言ったら、絶対違うなって。ただまあ、二つも違う。三つも違うな。どこから生物っぽくなるんだろうって思ってて、まあ、それを何か物理的にやれないかっていうのが自分の夢で、実際に大学院とかでそれを研究してたんですけども、もちろん何か結果が出たというよりかは、それに、まあ、近いような結果だけしか出てないんですけども、今でも永遠の、物理学のテーマでもあります。生物物理とかって言われる分野の。まあ、なので、結構難しいっちゃ難しいんですけども、いろんな定義があります。ただまあ、一般の人が想像する、多分地球外生命体っていうのは、まあ、コミュニケーションが取れるタイプかなと思うんですけども、まあ、なんか、微生物見つかっても、まあ、ニュースにはなっても、多分世間はすぐ忘れると思います。何か、コミュニケーション取れる奴がいたら、きっともう何年間もそのニュースでもう持ちだと思うんですけども、ただですね、これは個人的な考えなんですけども、コミュニケーションが取れる生物が見つかる可能性の方がもうもちろん異常に低いと思います。それはなんかやっぱり自分たちが宇宙人っていうと、こういう姿を想像するんですけど、ちょっとそれは無謀かなと思うのが、別に地球上にも生物いっぱい住んでます。で、いろんな生物も遡ると一つだって考えてます。地球上だったら。それがまあいろいろ分岐してきて、ただのその枝の一本の本当に端くれが人間なんですよね。なので、もし、太陽系の外で生命がいても、もともとスタートから違うかもしれないし、そんな同じ枝を辿ってるかとは全く思わないので、まあ、自分たちが想像するような、いわゆる宇宙人みたいなのがいるのは、まあ、この状況だとほぼないか、もっと別のものから見つかるとは思ってます。はい。そんな感じですね。この動画は、医学部受験専門予備校、慶修会の提供でお送りいたします。でですね、まあ、ここまでが、変な惑星と生命の関係の話なんですけども、今まで惑星の話をしてましたね。で、ちょっと考え方を変えてみてですね、ハビタブルゾーンにいる惑星じゃなくても、生命が存在できる可能性がある場所があるんですよ。どうだと思います？そんなさっき言ってたじゃんって。水がなきゃダメなんでしょって。ただ、水とか、水はまあ大事なんですけども、この恒星からの光の加減で、H2O 水が液体として存在できる場所以外にも、惑星以外にもですね、生命の可能性がある場所があります。それはどこでしょう？それはですね、衛星なんですよね。衛星って惑星の周りを回ってる星です。もう一回確認すると、恒星の周り回ってるのが惑星、
惑星の周り回ってるのが衛星。だから太陽が恒星、地球が惑星、月が衛星ですね。で、人工的に回したものがいわゆる人工衛星ってやつです。地球の周りにもたくさんいます。天気予報とかするためにも。でですね、なので、ちょっと衛星の話したいと思います。その他の可能性として衛星と、例えばですね、こんなようなものがあるんですね。今ここに惑星があってですね、惑星です。この周りをこういうふうに軌道を描いてるんですが、特に楕円軌道を描いているものがですね、特徴的です。楕円軌道は、存在します、あります。そしてこういうふうにですね、惑星に近い時にめちゃくちゃ影響を受けて歪むんですよ、形がですね。で、離れていっても、まあその影響残ってて、ちょっと歪んでたりとかして、離れたらまた元々の形の円形、まあ球状に戻るって感じですね。そうすると何が起きるかわかりますか？これをまあ例えば結構なスピードで回っていたら、ぐにゃ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 になるんですよね。中で摩擦力が発生してですね、熱が出てきます。なのでこういうことです。惑星の周りを回ってる衛星が変形されて熱が発生するんですよね。熱が発生と、こういうのをまあ潮汐力によるものなんで、潮汐加熱って言ったりするんですけども、これが考えられてるんですよね。でこれがあったらですね、あの恒星からの光に頼らずに別の熱の源で、液体の水が存在できるかもしれませんよねっていう話があるんですね。それが例えばこの一番高圧、圧力かかってる内部に海があるんじゃないかっていうのも考えられてます。内部海っていうんですけども、海って言ったら普通はあの地表にある水のことを指します。それ海って言ったりするんですけども、まあ、生命にはそれが大事に考えられていますが、これだとですね、内部に海があってもいいよねって話になってます。圧力がめちゃくちゃ高くて変形し熱があるので液体として存在できるかもしれないってことです。で実際に木星に近い衛星2番目と3番目のやつっていうのは内部海があるって考えられてます。っていうところにももしかしたら生物はいるかもしれない。だから意外と身近ですよね。結構太陽系外惑星といっても身近なところにですね、太陽系外惑星の話をしていたけども、意外と身近なところにですね、生命の可能性もあると。あとはあの一番ホットなものを考えられているのがエンケラドスっていう土星の第二衛星ですかね、2番目の衛星なんですけども、めちゃくちゃ割と最近のニュースですね、2005年なんですけども、まあ、この研究の中では結構最近です。2005年にですね、たまたまです、その土星の衛星からですね、水蒸気が吹き上がっているのが発見されたんですね。えって今までですね、そういうタイプのところにはまあ水蒸気みたいなものはないと考えられたんですね。でも水蒸気が出てきた。でその成分をですね、めちゃくちゃちゃんと調べたら、まあ主成分はもちろん水蒸気とか氷とかだったんですけど、有機物が混じってたんですよね。有機物って要するに、まあ自分たちの、人体とか構成したものなんで、その生物に近い何かですよ、パーツです、生物の。それが見つかったので、今一番、まあ、その探索可能で調べやすいところにいる生命がいる可能性が高いのがですね、結構実はですね、その衛星のエンケラドスってやつですね。こういうふうにですね、まあ、生命の可能性っていろいろあるんですけども、まあ、今言った今回お話しした系外惑星っていう、実はそのまあ太陽系って特別なものじゃなくて、他にいる恒星の周りにも惑星がたくさんいるんだよ、それが当たり前なんだってことですね。で衛星にももしかしたらよく考えたら、ハビタブルゾーンって考え方狭くないと。もうちょっと考えたら、内部に海があって、もしかしたら例えば地表の酸素とかを何かしらの方法で内部に取り込んで、もしかしたら中に生物がいるかもしれないっていうのは可能性も普通に真面目に考えられている、わけです。はい。でですね、まあ今回お話しした一番のポイントは何かっていうと、人類ですね、研究を進めていったらどんどん自分たちが相対的なものだって分かってきたんですよね。要するに最初って本当にあの地球が中心って思われてましたね。でもそれは違うことになりました。いや違います、地球は太陽の周りを回ってます、残念っていうふうに。でも太陽が中心ってのも今じゃ違うわけですよね。太陽も別に銀河を構成する恒星の一部であって、それも太陽だって実は大きく回ってます、気づかないけど自分たちは。こういうわけです、こういうわけです、実際には。でもっと相対的になったのが、じゃあ周りを回ってるその周りの恒星たちの周りにも実は惑星普通にあると、地球っぽいやつもたくさんあるってことが分かってきたので、最後のですね、考えたいメッセージがこれです。我々は特別な存在なのかと。はい。ということですね、まあ、地球が、まあ、奇跡の星とかでよく表現されてますけども、果たしてそうかっていうのはまだ研究しなきゃ分かんないわけですね。だって太陽系外惑星の中にも地球みたいなものがたくさんあって、その中で生命が、生物がいる星があってもいいと。
ということで、まあ、これがですね、どん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 そういう研究が進むと、まあ、地球ってものがですね、相対的に見えてくると思います。なのでですね、ぜひこの分野の研究の発展を一緒に見守ってですね、地球がどんどん相対化されていくのを楽しんでいきましょう。ということで、今回の授業はこれでおしまいしたいと思います。ありがとうございました。研修会8つの自信についてです。1つ目、授業力、人間力の高い講師陣で構成しています。2つ目、教務経験のある教科主任で構成しています。この教科主任は常に在中しています。3つ目、年間31回行う学習面談コーディネートを行っています。4つ目、ノートチェック抜かりございません。5つ目、15分間のシエスタ、お昼寝の時間を設けています。6つ目、年間3645時間の学習管理を行っています。7つ目、願書、出願サポートもしっかり行っています。8つ目、テキスト、カリキュラムは研修会の自信作です。さすが、この感じ、久々に見ました。ありがとうございます。さすがの、字のうまさです。ありがとうございます。はい。生物の定義とちょっと、まあ、被るところではあるんですけど、はい、まあ、我々普通生物って言ったら有機化合物、炭素中心とした、はいはい、ものを考えるじゃないですか。その炭素に限定 しない方がいいんじゃないかっていうのをちょっと、はい、私は思ったんですけど、ケース、例えばケイ素とか、まあ、よくサイエンスフィクションに出てきますね、ケイ素の生物みたいな。簡単に言うと、その皆さん炭素っていうのがまずいろんな生物が基本なんですけれども、それとよく似たケイ素を基本とした生物があっていいんじゃないかみたいなのがサイエンスフィクションの中でよく言われてて、人間が想像しないようなものが出てくるんですけども、まあ生物の定義の中で、まあ、炭素っていうのは、まあ、ざっくり決めるにはすごく重要だと思うんですけども、例えばですね、まあ、水が要するになくて炭素を基本としないようなものが出てくる可能性が、残っているのが、例えばですね、名前を忘れたんですけど、タイタンですね、女性のこれも衛星なんですけども、タイタンはこのメタンの海があるかもしれないって言われていて、要するにメタンって水じゃないんですけど、普通メタンはですね、気体です。ただ土星の衛星なんですごく寒くてですね、まあメタンが気体じゃなくて液体として存在できるんですよ。マイナス180度ぐらいかもしれないですけど、それぐらい寒くて メタンが液体として存在してるかもしれない。で、化学反応が起こる場って液体であることが結構大事で、別にまあ水でなくてもいいんですよね。だからそういう自分たちがよく知ってる水の中で起こった化学反応で、いわゆる有機物が出てきたとしたら、もしかしたらメタンの海の中で、まあ、自分たちが知らないようなものからどん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 出てきてるかもしれないですね。いわゆる有機物に変わる何かが、はい、いう可能性があります。